このイベントのために作っていただいたんですけど、うん、本当にあったかいですし、もう今日すごい寒いですよね、うん、寒くて雨も降っちゃったんですけど、でもこのニットを着てすごい元気になりました。とてもお似合いですけれども、まさに今明治通りの交差点にもこのカラーを持ち、大きなビルボードが飾られていたり、はい、あと表参道のこのフラッグもね、そうですね、はい、登場いただいてますけれども、はい、小松さん一色ですね。なんか表参道よく普通にプライベートでも来るので、ちょっとなんか恥ずかしいですね、ちょっとね、もうまさに今日は Google カラーのセットも着てますし、そうです、はい、ぜひたくさんの方にご覧いただければと思いますが、本当にもうこのセーターが手放せないなと思うほど寒い季節になりましたが、まあ、この時期というとやっぱり各地でイルミネーションも点灯されて街がとても綺麗だなと感じますよね、はい、どうですか小松さんは夜のお出かけなど楽しまれたりするんでしょうか。なんかもう冬といえばやっぱりイルミネーションを私も見に行きたいので、本当にいろんな各地ですごいこう盛大にというか、イルミネーションがやってるので、私もよくこうなんかドライブ友達と一緒に行ったりとかして、イルミネーション見に行くのが本当に冬のなんか楽しみというか、はい、大好きです。見に行くの結構いらっしゃるんですね。そうですね、なんか結構いろんなとこ行ってますね。あ、本当ですか、はい、そんな時にそのイルミネーションやっぱり撮影したいなとか。いや、もちろんしたいですね。それはもう思い出として、うん、この年のイルミネーション、今回も見に行ったぞという思い出として、やっぱり写真を撮って、友達と写真大会が始まります。そんな時にイルミネーションって、普通光と顔両方きれいに撮影することがなかなか難しいと思うんですけれども、 Google Pixel 4実際にお使いになってみていかがでしょうか。はい、私も使わせていただいてるんですけど、本当になんかこう一つ一つの光がこう鮮明にこうちゃんと強調されていて、こういうなんかこう水辺に映る光も本当にくっきりはっきりと見えてて、すごい感動して、あ、こんなにちゃんと綺麗に映るんだっていうのと、あと顔とこう光もこうちゃんと綺麗に写真に残るので、もうこれはこう撮らなきゃいけないと思って、たくさんやっぱり撮っちゃいますね。より綺麗に撮れるとたくさん撮りたくなりますよね、はい、さあこれから点灯していただくイルミネーション、今年もたくさんの方にお撮りいただきたいですよね。そうですね。さあということで、この小松さんにご紹介いただきました Google Pixel 4を使っての記念撮影は、皆様にも街角庭園でご体験いただけますのでぜひ多くの方にお越しいただければと思います。さあといったところで早速点灯式に移らせていただきたいと思います、はい。